皆さんやっほー。今日は小春と空散歩に行きました。よいしょ。今日何度かな。あ、灯油がない。あ、14度。あ、灯油がないみたいです。で、後で入れてもらわなきゃ。よいしょ。いやー、今日もトイレに夜中目覚めて、夜中にトイレ目覚めて、逆だよね、言葉ね。そうだよね。そう、もう二度寝ですよ。今日のリビング、こんな感じですかね。そう、部屋が16度まだ。寒いよ。2月に入って一気にまた寒くなってるよ。あ、帰ってきたかな。2人とも帰ってきたかな。さあ、で、今日のキッチンです。もっと。今日はチャーハンにしようかな。なんか、どうしようかな。チャーハンかケチャップライスにしようかなと思ってるかな。おかえり。おかえり。よいしょ。はい、取り替えといで。ね。おかえり。ということで、これから、ちょっとトイレしてから、支度しようかなと思っています。弁当作り。玄関ですね。今、ちょうど帰ってきました。帰りなさい。ね。よいしょ。はい、行ってらっしゃい。よいしょくん。後でね。よし、よいしょ。ほら、クハちゃん待ってます。ご飯。ね、クハちゃんこれ、待ってよ、今。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょって。あ、シャラくんも来ました。よし、今あげるよ。待ってね。
洗濯物だよ、洗濯物だよ、ほっそーほっそーほっそーわーわーよいしょ。でもね、エミのものばっかり。し始まった、こう、空が行くよ、おいで、やばい始まった、始まった。空くん、帰るよ。もうみんな帰りましょう。今日の天気はこんな感じかな。よいしょ、曇って雪も降ってます。空、うんちだよ、うんち、おいで、よいしょ、はい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 。すごい暴走。
これから帰って食器洗いしたいと思います。すごいね。暴走。まだ誰もいないかねってか。暴走。ひとりさん。すごいことになってる。ちょっと待ってよ。やばいです。人が来たらやばい。よいしょ。よいしょ。戻ろう。皆さんやっほー、お疲れ様です。頑張っていきます。今ね、これからゆで卵作ろうかなと思って、ただいまが5時21分。またね、こんな時間だ。よいしょ。ようやっとね、クリームクレンザー買ってきました。これね、散歩から帰ってきて、もうすごい寒かったですよ。もう最近いきなりもうマイナス、2月からマイナス気温で、ひゃーみたいなね。ほんと早いものですね。なんか明日でさ、もう立春ですよ。合ってる？立春で合ってるよね。大丈夫だよね。ねえ、ほんと、もう春ですよね。早いよなとか思っちゃって。北海道にも春が来るのかなとかね、たまに思う時があります。ユミはなんかみんなのところは桜咲いてるのに、なんで北海道だけ桜咲いてないんだろうとかってね、思う時がたまに、毎年ながら思う時があります。そう、いや、指が痛い。なんか手がね、ここら辺が痛い。なんとなく握力がないのかな。やっぱりさ、年齢さ、50過ぎるとさ、いろんなことあるなーなんて思っちゃいますね。すごくつくづく思います、なんかね。まあこれも人生の半分過ぎたっていうことで、まあね、楽しんでいこうと思ってますね。二度なる。ねえねえ、二度なる、これって。トラウマになっちゃう。とりあえず、よいしょ、おこしょ、ゆで卵作っとくか。甘い。なんかね、仕事辞めてからさ、体力の仕事結構使う仕事やってたんだけどね、なんかやめてからちょっと筋力がね減ったね、なんとなく。ちょっと気合います。3個ぐらいか。やっとね、あの鮭買えるようになった。最近っていうか、あのこの前、昨日買い物行って、あの
鮭見てみたら 3切れで400何ぼだったかな。あやっと帰るとか思って、それで久しぶりに鮭買ってきました。ね、今さ本当何でも高い、鮭高いなと思って、もうちょっとしたらね雪まつりが始まります、休み、平日の休みとかさ夜とか見に行きたいなとか思って、ライトアップしてるの綺麗かなとか思ってて、天気がもし晴れてたら見に行きたいななんて思ってます。だってさずっとさどこも行ってないんだからさ、雪まつりぐらいはさ見たいよなと思って。どこも行ってないんだからね、ここ最近はなんかマイクが大丈夫に聞こえるかなね。なのでよいしょ、わ終わったー、終わりましたー、わよいしょー、おこしょ、どうふふふ、今日は特別にコーヒー飲んでしまいますね。このシリーズはねすぐ湧くんですよね、それでは皆さんお疲れ様です、乾杯。コーヒー、ね、コーヒー飲んだらタバコ吸い、前はタバコバーってやってたけど今ではそんなことないですね。ということで今回のユミの動画は日常編をアップしてみました。いかがでしたでしょうか。ということでね、今日は YouTube ライブもねお昼にちょっとやりまして、皆様本当ありがとうございます。またね来週週末あたりにやりたいななんて思っておりますので、ぜひもしお時間合いましたら気軽に遊びに来てもらえるといただけるととても嬉しいなと思っております。そんなことでねすごいなんか明日かそれぐらいになったら関東の方も雪が降るようなこと言ってましたのでね、足元など気をつけて皆さん良い週末をお過ごしくださいませということで、ね、本当今日は2月2日ね、ゾロ目の日ですそしてここで初めて夢見たよっていう方ありがとうございます。こんなおばさんですけどもいろいろと頑張っておりますので、ぜひねもしこれがね、この動画が面白いななんて思ってくれた方いてくれましたら、ぜひグッドボタン押していってもらえるととても嬉しいななんて夢を思っております。これからもね頑張っていきますので、はい、ということで、そしてねまたね見たいななんて、このおばさんまた面白いし見たいななんて思ってくれた方いてくれましたら、チャンネル登録までぜひよろしくお願いいたします。ということで、またね次回の動画で皆さんお会いしたいなと思っております。それじゃあ皆さん良い週末を。またねー、ありがとうございました。ボン。失礼します。じゃあねー。